2S5 ギアチント S はソビエト連邦で開発された自走砲である。とはロシア語でヒアシンスの意。2S5 はオブイエクト123の名称で開発された共通早期車両車シ,シを使う自走砲として1950年代に 2S3 等と共に開発が開始されたもので、当初はオープントップ式の戦闘室に 122mm 榴弾砲を搭載した。 自走榴弾砲として計画された。しかし、本社に先駆けて完成した 2S1 と 2S3 は、どちらも、部隊配備後に性能面での不足が指摘されたことから、長射程、大口径のカノン砲を装備した、長射程自走砲に計画が変更され、2S1 と 2S3 を補完するものとして開発が進められた。 2S3 の開発実績から、オブジェクト123車体に 150mm クラスの超方針砲を砲塔式に搭載するには、車体が小型すぎるために困難であるとされたため、搭載砲として開発された52口径 152mm カノン砲は、車体上に露出式に搭載されることとされ、射撃時の安定性を高めるために、中敷を装備するアメリカ合衆国の M107。 M110 に似た車両となった。しかし、前線部隊の要求には、可能な限り、自走放射単体で迅速に砲撃が行えるもので、あることが望ましいという点が重要であるとされていた、ため、砲弾を極力自走放射に積載し、また一定の発射速度を確保するためと、多数の砲員を必要としなくとも砲撃が行える、要、車内弾薬こと、 自動装填装置を装備するものとして再度設計が行われた。このため開発作業は当初の予定よりは大幅に遅れたが、1960年代の後半には完了し、1974年から量産に入った。舞台配備は1970年代後半より順次行われたが、長らく公式には公開されず。 西側諸国が存在を確認したのは1981年のことである。その後も本社に関する情報は少なく、当初の識別名称である M1981SPG に代わって、ソビエトにおける正式な形式番号であるニエスおよびギアチント S の相性が判明したのはずっと後のことであった。なお、相性のギアチント S の S とはサモハフドトナ。 自走式の頭文字であり、搭載される 152mm52 口径長、方針カノン砲は、並行して、原因型が開発され、こちらはやや口径の長い A、2A3654 口径 152mm カノン砲、ギアチント B として完成し、量産、配備されている。ソビエト軍における配備先は、軍直轄の重砲兵旅団に限られており、 ソビエト本国以外にはほとんど輸出されず、ソビエト連邦の崩壊後も諸外国への輸出、放出は行われていないが、旧東ドイツにのみ少数が輸出され、その車両をフィンランドが輸入して152タロック91の名称で使用している。車内配置は、車体全部右にエンジン、左側に操縦席、中央から後部にかけて戦闘室になっている。 操縦主席の後方には、社長用展望等があり、PKT 7.62mm 機関銃が装備、されている。車体部は、車内は、弾薬公予備砲員の乗車区画となっており、砲は、車体後端に搭載されている。車体後面には、中敷を装備している。搭載砲は 2A36、ギアチンと B カノン砲を短縮化した 2A37 カノン砲で、 砲の線改革は左右15度ずつで、ミサオ法は電動式だが緊急時は手動でも行うことができる。発射時には車体後部にあるスキクワを下ろし車体を固定する必要がある。最大射程は他の 2S1 と 2S3 の射程不足を補うために開発されたので 28.5km ロケット噴身ブースター付き榴弾の場合は 37km になる。 車内には30発の砲弾が搭載されている。電動の半自動装填装置が搭載されており、発射速度は毎分後から6発である。通常の榴弾の他にも、対コンクリート砲弾、核砲弾、化学砲弾も発射可能である。ありがとうございます。